水産大学校は山口県下関品田本町2丁目7番1号に本部を置く日本の省庁大学校である。1963年に設置された大学校の略称は水大校または水大。国立研究開発法人水産研究教育機構法に基づき水産庁が所管する国立研究開発法人水産研究 教育機構が設置、運営する教育訓練施設である。水産に関する研究や教育を通じて、水産業を担う人材の育成を目的とする。大学の学部に相当する専門学科、上級の専攻科、大学院修士課程に相当する研究科で構成される。 専門学科各学科を卒業することにより、独立行政法人大学評価、学位授与機構より、学士の学位が授与される。また、大学卒業者と同様に、大学院修士課程及び、大学の専攻科への入学資格、危険物取扱者受験資格が得られる。 海洋機械工学科を卒業すると、一級建設機械施工技師受験資格、一級建築施工管理技師受験資格、及び一級観光実施工技師管理技師受験資格が得られる。食品科学科を卒業すると、食品衛生監視員の任用資格と、食品衛生管理者の資格が得られる。専攻科海洋生産管理学科または、 海洋機械工学科で専攻と関連する学科目を履修し、卒業した者ならびにこれと同等以上の学力技能があると認められた者を対象とする。修行年限は1年である。専攻科を修了すると、第1級海上特殊無線技師、船舶に乗り組む衛生管理者、教育職員免許上特別免許上、教員職員免許上中学校2種。 教員職員免許状高等学校一種が取得できる。船舶運航課程を修了すると、3級会、技士試験の筆記試験員が免除となり、一級小型船舶、操縦士が取得できる。白用機関課程を修了すると、3級会技士試験の筆記試験員が免除となる。研究科研究科を修了し、独立行政法人大学評価。 学位授与機構の試験に合格することにより、修士の学位が授与される。付属機関図書館講義棟実習教育センター以下のようなクラブ、同好会がある。キャンパス内から望む、正門方向学園祭として、海つばめ祭りがある。芸能人のトークショーやクイズ、ビンゴ大会、研究室公開、公開講座などが行われる。 下関キャンパス棚臨海実験実習場、平成26年廃止を乗りんこ、実験実習場練習先行用丸第四大公用丸、天高丸春高マイナス2017年10月31日、総トン数マイナス995トン国際、総トン数マイナス1354トン調査幅。 深さマイナス64.6711.90メートル6.98メートル定位マイナス87、名光快速力マイナス12ノット機関、ハイブリッド推進システム低速4、ストロークディーゼル機関。学生寮として、下関キャンパス内に、総名寮があり、男子寮と女子寮がある。海外の3大学と学術提携を結んでいる。他に、 海外の以下の組織とも提携している。ありがとうございます。